鎖につながれたヘレロジンヘレロナマクア虐殺はドイツ領南西アフリカにおいてドイツ帝国が先住民族に対して行った虐殺アフリカ分割の動きの中の1904年から1908年にかけて行われ20世紀最初のジェノサイドと考えられているアフリカ分割に加わったドイツ帝国による南部アフリカ侵攻で土地を割れた 先住民族のヘレロ族は1904年1月12日、サミュエル・マハレロの指揮のもと、ドイツ人への無差別攻撃を開始した。これに対してドイツは8月、ロタール・フォント・ロータ将軍の指揮でこれを破り、味方から包囲して、カラハリ砂漠に追い込み、エ領、リベチュアナランドを目指して脱出した途上で多くが、渇きのために死んだ。 ベチュアナランドにたどり着いたのは1000人以下だった。10月にはナマクワ族も放棄したが、同様の結果に終わった。ドイツは先住民を強制収容所へ収容したり、強制労働に従事させたりした。結果、戦後の人口統計から見て、約6万人のヘレロ族、1万人のナマクワ族が死亡した。 ヘレロ族の死者数は2万4千人最大10万人とする推計もある。この虐殺の特徴は一つは餓死でありもう一つはナミブ砂漠に追いやられたヘレロ族とナマクア族の使用する井戸に毒を入れたことによる中毒死である。死亡した捕虜の死休はドイツ帝国首都ベルリンのシャリ帝に送られたナミビアの首都ウィントフークには慰霊碑が建てられている。2004年 ヘレロ戦争100周年を記念して、ドイツ連邦共和国経済協力、開発大臣ハイデマリー・ビーチョレック・ツォイルは、追悼と謝罪の意を全ドイツ人を代表して、表したが、ヘレロは、財政的賠償を求めた。ヘレロジェノサイド財団のエスター・ムインジャンゲ議長は、ドイツ政府が、本当に誤ったとは思っていないとして、ドイツ連邦議会での決議のような、 公式な謝罪をすべきとの考えを示した。また、ドイツによる、この虐殺が、後のナチスドイツによる、ユダヤ人虐殺につながったとの見方に同意している。2021年5月28日、ドイツ政府は虐殺であったと初めて認め、11億ユーロを提供することを表明した。ドイツは、法的責任は認めず、 現在の視点で見ればジェノサイドであったという、留保付きであった。ナミビア大統領ハーゲガインゴブは、歴史的とドイツを評価したが、虐殺の被害を受けなかったオバンボ族を主体とする、政府が支援金を受け取る決定に、野党支持者が多いヘレロ族や、ナマクア族からの反発や、ボツワナなど国外に住む被害者子孫が救済から、漏れていることへの批判もある。 富裕層が多く、虐殺の受益者という見方が広がるドイツ系、ナミビア人には、報復に怯え、海外移住を検討する人もいる。ABCD、歩く、虐殺ドイツとは解反発、ナミビア国内、最高賞を、読売新聞長官2021年10月21日、単数型が、生、複数型が、生クアである。民族の故障は、最近は、 生族で統一されているが、古い文献では、生クアが多い。ホロコーストの源流人種差別科学が招いた惨劇。毎日新聞。h t t p m a i n i c h i j p a r t i c l e s 2 0 1 6 0 3 1 5 d d m 0 0 4 0 7 0 0 1 5 0 0 c ハット、絶滅命令毒は公式謝罪を。 毎日新聞。http コロンスラッシュスラッシュ main ichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20160315スラッシュ ddm スラッシュ004スラッシュ070スラッシュ 018000c ドイツ植民地ナミビアでのジェノサイド初めて認める AFP 2021年6月9日閲覧ありがとうございます。